ペドロ・アルベリーズ・バエズ・デラ・クルーズは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のヒューストン・アストロズ所属。愛称はスペイン語でラバを意味する、ラムーラ。2007年1月22日にロサンゼルス・ドジャースとサン種イとして契約。契約後、参カのルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ドジャースでプロデビュー。 53試合に出場して打率、274、3本塁打、39打点、3盗塁を記録した。2008年はまず、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、59試合に出場して打率、178、1本塁打、16打点、3盗塁を記録した。6月にパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズへ降格した。 61試合に出場して打率、267、12本塁打、50打点、2盗塁を記録した。2009年は a 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーし、79試合に出場して打率、286、10本塁打六61打点、5盗塁を記録した。同年のオールスターフューチャーズゲームに選出された。 2010年はまず A 級インランドエンパイアでプレーし75試合に出場して打率2596本類打、42打点4盗塁を記録した8月に AA 級チャタヌーがルックアウトへ昇格し7試合に出場した2年連続でオールスターフューチャーズゲームに選出された下記にはルーキー級アリゾナリーグドジャースでプレーした 2011年 A 級チャタヌーガでプレーし、32試合に出場して打率。385、2本塁打、15打点、1盗塁を記録した。2012年は A 級チャタヌーガでプレーし、78試合に出場して打率。216、4本塁打、36打点、5盗塁を記録した。7月に A 級乱直モンがクエイクスへ降格した。 50試合に出場して打率、228、7本塁打、23打点、2投塁を記録した。同年のサザンリーグのオールスターゲームに選出された。オフに3塁手から投手へ転向した。2013年は、A 級、乱直下門がで開幕を迎えた。32試合に登板して2勝2敗2セーブ、防御率3.63、32奪三振を記録した。 7月に AA 級チャタヌーガへ昇格した。16試合に登板して1勝1敗、防御率4.24、23奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグのグレンデールデザートドックスでプレーした。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2014年3月5日に AA 級チャタヌーガへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 AAQ チャタヌーガでは11試合に登板し、1勝0敗後セーブ、防御率2.84と高騰。5月5日にメジャーへ初昇格し、同日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの8回裏から登板し、1回を投げに、アンダ2失点と結果を残せず、5月7日に AAQ チャタヌーガへ降格した。この年メジャーでは二十試合に登板して、 防御率2.63、18奪三振を記録した。2015年は、リリーフ陣の一角として52試合に登板し、4勝2敗、防御率3.35、ホイップ1.14、奪三振率10.6という好成績を残した。ただ、課題としては走者を背負った場面でのピッチングが浮上し、4飛本塁打はすべてランナーありで被弾した。二千十六年は出番が増えて、 チームでの存在感が高まり、それに伴って成績も向上。11非本類だと、被弾率は相変わらず高かったものの、73試合で3勝2敗、防御率3.04、ホイップ1.00、脱三振率10.1という見事な成績だった。2017年は66試合に登板して3勝2敗、防御率2.95。 64奪三振を記録した。2018年は55試合に登板して4勝3敗、防御率2.88、62奪三振を記録した。2019年は71試合に登板して7勝2敗、1セーブ、防御率3.10、69奪三振を記録した。2020年は18試合に登板して2セーブ、防御率3.18、 13奪三振を記録した。オフの10月28日に FA となった。2021年1月13日にヒューストンアストロズと2年総額1000万ドルの契約を結んだ。オプションとして2023年は球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は200万ドルが支払われる。ありがとうございます。